吉田さんお疲れ様ですいや海って広いですよね海って広くてなんかこれから海水浴とか始まると思いますけどもまあ泳ぎの得意な方はグーッと向こうまで泳いだりとかねあとこうジェットバイクみたいなのねマリンバイクですかなんかわかりませんけども水上バイクみたいなのがある人はそれでビューッと進むんですよねで素晴らしい機材そして水泳のテクニック こういったものを持ってしてそれを披露する場所が大きな海だったらいいんですけども我が家のお風呂だったらどうでしょうかねもしかして真面目に正しく正確にビジネスやってるのに結果が全然出ないとしたらそのビジネスを自宅のお風呂でやっちゃってるのかもしれないですつまりまあ裏通りの店舗とか会社でひっそりと真面目なことをやってるのかもしれないです さすがに自宅のお風呂でねどんな泳ぎの上手な人でもじゃあ5キロ先10キロ先、ね、ニューヨークまで泳げるかって言ったら多分泳げないと思うんですよ本当に同じところでそのスキルが誰にも知られずにスポイルされてると思うんですよねだから泳ぐ場所を自宅のお風呂から近所の浜辺までちょっとポッと移してみたらなんか広い世界が開けて いろんな方向に泳いでいけるしさまざまな方に出会ってまあ売り上げも伸びるし飛距離も伸びるし何よりも自由で楽しくって可能性がねすごく高まると思うんですよ。いやこれね分かりにくいかもしれませんけどもこのもう自分っていう人間は変わんないんですよ。でもマージャン店っていう小さな枠組みでやってるとなかなかうまくいかなかったとでも。 イ,ナインターネットっていうマーケットに移しただけで基本的にはやってること,と同じなんですよでもここまで伸びるんですよねそれになんか似てるかなと思ったんですよまあそういう意味で「海」というタイトルを付けたんですけどね、まあ、私のナイト2 0 0 0も駐車場にいる限りはまあ全然走らないわけじゃないですかでも道路が縦横無尽にこの国は広がってますから 走り出したらたくさんのエピソードとたくさんの出会いがあると思うんですよ。そうすることによって無数の可能性が広がると思うんですよね。だから人生もね、同じように自分が真面目に正確に正しくやってることでも評価されるようなマーケットに出ていかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。そうすると今までやってたことは同じなのに違った結果や景色が見えるのかなっていうふうに思うんですよね。で、おかげさまで FX のオリガルヒっていうね、えー、こちらのコースはあのー、一旦販売を終了しましたあ実はね6月123でセールスをする予定だったんですけどももう5月3031日で予定数売れちゃったんですよねまだ価格の発表の前ですよで、えー、1日6月1日に価格の発表するじゃないですかもう軒並み安いとね愛情を感じますみたいな ことを言っってくださったんですよじゃあ何をもってね安いと言ってくださったのかじゃあ FX オリガルヒのランディングページ作ったのか作ってないんですよ別に特別なプロモーション動画やったのかやってないんですよ私はずーっと普段の相場解説とそれから結果の検証こういったものを毎日毎日繰り返していってで今年に入ってその回数と精度を増やしていってさらに気をつけるのは伝え方をもっとね分かりやすくしていきたいんだ これからがこれの私の課題なんだ私は自分を稼がせることは当たり前だし一定のスキルをお伝えすることができるけどもそれをね受け取りやすく受け取りやすいボールである一人の人にはこっち側からこっち側からこっち側から別の人にはこういうふうな方向でっていうふうにこれから工夫をしてやっていきたいとそしてそれは費用ごとに洗練されると思うんで正式な販売は5月じゃないや令和の5年1月だけども先行して このオリガルヒに乗ってくださる方には今の私の持てる能力ねそれでいいよって言ってくれる方にはこの価格でお出ししますよっていうふうにするとやっぱり評価高かったなと思いますだからつまり購入を決めてくださった方ってのはもうね付き合いが長い方ばかりなんですよね少ないけど人数としては少ないけども付き合いの長い方ばかりですそれまでにそしてあの私の考え方とかに共感してくださったりとかね 同じまあ私はねこの部屋の中でカメラに向かって独り言言ってるだけみたいなもんなんですよでも不思議なことに YouTube をログインした世の中の多くの人がなんでかわからないけども YouTube のアルゴリズムに従ってやると数万再生数十万再生 チャンネル登録数万人数十万人数百万人みたいなものしか多分あらゆる人のアカウントには出てこないはずなんですよでもなぜか私のアカウントも誰かのところにポンポンと表示されてその瞬間的な奇跡にですねおっこの人何言ってんだろう自宅でみたいな感じでクリックするとその1回のクリックが次のクリックを生み10回目のクリックを生み100回目の視聴を生み今回 こういったことに繋がったんだろうなと思うとやっぱりね、広い海で泳ぐつまりインターネットの世界で泳ぐこととそれからインターネットじゃないね本当に限られたそのニッチなローカルな人しか知らない空間でるのとまったく自分に受ける可能性と他者に提供できる可能性とか違うんだなと思いました、えー、ここでね、ちょっとねあの乱暴な考え方をポロポロっと思いついたんで申し上げたいんですけどもそれはね まあ今は日本不況と言われてますけども確かに勤めに行くと給料は安いんですよでも自分で何かことを起こして自分で価格設定して自分で目標売り上げをクリアしていくともしかしたらまだこのの国には可能性があるのかなとだから出来上がった体制にどうやって乗ろうかなと思ったらなかなかね自宅のプールで泳いだようなになりますけども自分で泳ぐべき海を探しに行くとそこには無限の可能性が広がってるんじゃないかな。 その無限の可能性の隅っこの一部だけを取るだけでかなりの自分の自由度とチャンスは広がっていくんじゃないかなと思ったわけですよね。今回は「海」というテーマでお届けしました。じゃあいってらっしゃい。